皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。今日なんですけどね、簡単なシリーズをやっていくんですけども、これはただごとじゃないですね。今日やる曲なんですけども、こちらです。ダダンということで、簡単なホムラ、あれですよ、こう今話題の鬼滅の刃、映画のですね、鬼滅の刃無限列車編、そちらの主題歌になっている曲であります。もうね、世の中の大半の方が知ってる曲なんじゃないかと。映画すごい人気らしいですね。興行収入もものすごい金額を言っていて、たくさんの方が見ている。で、私の知り合いの方とかも映画見に行かれてるんですけども、あのいわきでですね、なかなかチケットを取るのでさえ大変だっていうような感じみたいです。いわきでそうなので、東京の方とか大都市圏にいたらもっとチケット取るの大変なんじゃないかなっていうふうに思ってます。それぐらいに人気のある映画、その人気のある映画の主題歌、リサさんのホムラということで、それを簡単にしたバージョンをお届けいたします。あの第1弾のグレンゲですか、あちらもこのすごい人気で、そして今回この第2弾のホムラ、こちらもすごい人気で、皆さんこれぜひチャレンジしたい曲なんじゃないかなと思って、今回動画にすることにしました。グレンゲに比べますとテンポも遅く、割とやりやすいかなと思うんですけれども、シンコペーションであったり、あと細かいフレーズですね、そういったところが入ってきます。で、細かいフレーズは少しアレンジしたり、一箇所ですね、こう原曲のまま、ここは原曲のままやりたいっていうところがあって、そこは原曲のままお届けしたりというような構成になっております。こうぜひ楽しみながら、この簡単なホムラにチャレンジしてもらえればなと思うんです。で、いつも通りなんですけども、最初デモ演奏がありまして、その後今日ポイントですね、全部で7個になっております。7個解説ついております。いつも通り概要欄に動画目次つけておきますので、気になったポイントがあったらそちらクリックしてピョンとその解説のところに飛んでみてください。ということで、ではいつも通り私のデモ演奏の方からいってみましょう。どうぞ。
ということで、私のデモ演奏いかがでしたでしょうか。では次、解説7個です。頑張っていきましょう。どうぞ。それでは1つ目のポイントから解説していきたいなと思います。1つ目なんですけれども、最初のサビに入る前のフィルインですね。トラッドゥッドゥッドゥンというところです。まずここ入るタイミングなんですけども、入るタイミング3拍目から入ります。ワン、ツー、トラッドゥッドゥッドゥンという形です。で、最初フラムになってます。フラム左先でも右手先でもいいです。同時ではなくタイミングを少しずらしてこのように打ちましょう。その後にここのタム、そしてこっちをこういきます。で、続けるとワン、ツー、このような形ですね。で、ここから最初のサビに入っていくので、こうしっかりリズムをキープして鳴らしたい、打ちたいというところです。他の方へのこう合図だと思って、しっかりワン、ツー、トラッドッドデンパーンと入りたいですね。こう急がないように注意しましょう。あと、これ電子ドラムなので、実際の生ドラムとは少し違うんですけども、この曲こうゆっくりとしたバラード、バラードではないのかな、ゆっくりとした曲でもあるので、太鼓にこう深みを出すというか、トーンと、しっかり太鼓を鳴らしてあげるようなイメージで打ってあげるといいと思います。もう一度改めてやってみると、ワン、ツー、このような形です。では2個目のポイントいきます。2個目のポイント、そのまま次、入っていきます。リズムパターン、基本のリズムパターンですね。このパターンがこの曲のほとんどを占めております。ドッツパッツ、ドットパッツ、このような形です。このパターンに関してはそんなに難しくないので、できる方も多いのではないかなと思います。改めて確認しますと、最初右手と右足が一緒、そこからドッツッタッツで、後半3拍目なんですけども、右手に右足が2回続けて重なります。で、その後こうですね、続けるとこのような形になります。で、プラスしたところをクラッシュからスタートできるようにしましょう。頭クラッシュからこのような形ですね。この曲のほとんどを占めるので、しっかり8分音符に乗ってできるようにしたいところです。では3つ目のポイントいきます。3つ目のポイントなんですけれども、そのサビの途中で出てくるシンコペーションのフレーズ、これ結構出てきます。全部で 1,2,3 4回かな、曲の中でこのようなフレーズが出てきます。で、最初1小節目はリズムパターン、途中まで一緒なんですね。ここまで一緒です。で、4拍目の裏でクラッシュとバスドラム、1,2,3,4 となります。で、シンコペーションお得意の私のあの説明ですね、消えてしまう拍、2小節目の1拍目の頭をしっかり感じて、その裏から戻っていきましょう。2小節目は1,1で戻ってきます。これもうなんかいつもやってますね。1で戻ってきて1,2,1までリズムパターン、その後フィルイン、タンタンタタトン、3,4、こうです。2小節続けると、このような形になります。で、あとシンコペーションの部分のポイントなんですけども、4拍目の裏、1小節目4拍目の裏、右手と右足でシンコペーション、クラッシュってシンコペーションしたら、次2小節目の1拍目の裏、右手と右足で戻ってきます。ということで、両方とも右手と右足なんですね。1,2,3,4,1、このようにしっかり右手と右足を揃えるということを意識してやってあげると、ここやりやすいかと思います。では4つ目のポイントいきましょう。4つ目なんですけれども、サビの最後の部分、ここでも同じシンコペーションが入ってくるんですけども、入るタイミングが違うっていうことと、あとその後フィルインにつないでいかなくちゃいけないっていうところです。このようになってます。まず1小節目なんですけども、1,2,1、今度は2拍目の裏でシンコペーションですね。
1、2、でここでシンコペーションしたら3拍目の裏からフィルインで入ってきます。3、4、3、4、3、4です。で続けると1、2、3、4。このようになっております。でその後2小節目なんですけれども、クラッシュを打ちますが、ここ1拍目と3拍目です。1、2、3、4。あの前のフィルインの流れからこう焦って1、2とかで打たないように、1拍目と1拍目と3拍目になってます。1、2、3、4。ここ焦らないように注意してみてください。では5個目のポイントいきます。5個目のポイント、次のこれ A メロかな、やっていきましょう。でここなんですけども、スネアのところ×印になってまして、私の楽器ではこの×印、クロススティックを意味します。あのこういうやつですね、カツカツカツというやつです。でリズムパターンはこのような形です。足がハイハットの1個目と4個目と重なって、このような形です。でクロススティックのポイントなんですけども、もしできればスティックを逆にしてこうですね、こっちスティックのチップ側、こっちエンド側、グリップエンド側です。逆にして持ってあげた方が綺麗な音が出ます。ただその後あの急ぎでフィルインに行かなくちゃいけなかったりとか、曲の流れによってはこのままいつもの握り方で打ちます。でクロススティックは手を置く位置を注意したいんですけども、このスネアのこっちですね、この縁からどれぐらいでしょう、 4、5 センチぐらい開けておいてあげるといいかなと思います。で狙うところがですね、こっちですね、だいたい時計でいう2時ぐらい、時計の2時ぐらいのところを狙って打ってみてください。あとは使ってるスティックであったりスネアによって音変わってくるので、自分でこういい音が出る場所を探して、感覚であここだと捉えてあげられるといいですね。このクロススティック、綺麗な音で鳴らすということを注意して、この5番目のポイントやってみてください。では次、6個目のポイントいきたいなと思います。6個目なんですけど、今日一のポイントかなと思います。最後のサビに入る前のフィルです。でここなんですけども、まあ、いつも簡単なシリーズということで簡単にアレンジして本来ならお届けするんですけども、こう原曲で聞こえた通りにラップを作ってみました。ちょっと難しいんですけど、ここかっこいいフィルなので、ぜひチャレンジしてみましょうということで、ここチャレンジコーナーです。やりましょう。でリズムとしてはタッタトトタトトタトトタトタトトンとなってます。一拍ずついきましょう。一拍目16分音符でスネア2だから足2だ、タッタトト。で2拍目スネアのフラムから手足足手、最後の手はここのタム2つになります、タッタトトドゥン。で3拍目は足16分2つから両手ここで最後また足ドドダッと。で最後4拍目、タッドッとこうなります。全部続けるとゆっくりやりますね。1、2、3、4。このような形です。あの手足重なるところがないので、しっかり全部16分音符にタカ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 タンというリズムになるように気をつけたいところです。じゃあちょっとテンポ上げてやってみます。1、2、3、4。こんな感じですね。タッ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 。ここしっかり一個ずつゆっくり丁寧に、まずできるようにしましょう。ゆっくり16分音符でタッ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 タと正確にできるようにしてから、少しずつテンポを。上げていきます。最後のサビに入る前のフィルインなので、ビシッとかっこよく決めていきましょう。今日のチャレンジポイントですね。ぜひこの譜面の通りにやってみてください。では最後7個目のポイントになります。7個目、曲の一番最後です。クロススティックのパターンは5個目ですね。5個目で解説して、と同じこれです。
1小節目これでやったら2小節目なんですけども、頭ハイハットとバスドラムから1、2、で終わります。1、2、最後これ2拍目の裏でシンコペーションして終わるような感じなんですね。で最後みんなそこを揃えて終わるので、これ間違えないようにしっかり2拍目の裏で終われるようにしましょう。2小節続けてやると、このような形になっております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。簡単なホムラということでお届けいたしました。こちらの曲もね、人気なのでたくさんの方が演奏したいんじゃないかなと思っております。この曲をきっかけにこうドラムをやってみたいって思う方もきっと多いんじゃないかなと思うんですね。なのでこの僕の動画をきっかけに、お、これちょっとできそうだからドラムやってみようくらいの気持ちでたくさんの方にドラムを始めてもらえると嬉しいなと思います。またドラム始めたばっかりの方でこのホムラチャレンジしてみたいけど実際の曲だと少し難しいフレーズがあるという方は、ぜひこの簡単にしたバージョンでやってみてください。この曲ができれば他の曲にも応用できるポイントもたくさん入っておりますのでね、上達につながるかなと思います。ぜひ楽しみながらやってみてください。ということで今日の動画はここまでになります。この動画面白かったらチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。もしコメントなどありましたらぜひコメント欄の方にどしどし書き込んでください。皆さんとコミュニケーションを取りながら楽しくドラムをやっていきたいなと思います。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。